様、おはようございます。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。函館行き臨時特急ニセコ号です。列車は北海道の中心都市札幌を通りし、この先小樽、長万部間は行政山を望み、ニセコの山あいを運転することから、通称山線と呼ばれる函館本線を進み、極上ジャンプ線歴史とロマンの町函館へと進んではいきます。車掌は函館運輸所、ランプは2人目のお供させていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。列車はあと10分ほどで丁寧に止まります。丁寧で続いて小樽8時40分、余市9時7分、福ちゃん10時1分、伊勢港10時17分、本部10時28分、黒松内10時11時6分、長万部11時27分、森12時20分、新函館北斗13時18分、五稜郭13時35分、終着函館には13時40分の到着です。車はノースレインボーエクスプレス五稜でご利用いただいております。簡単ではございますが、ノースレインボーエクスプレスについてご案内をいたします。JR 北海道が平成4年ジョイフルトレインとして製作した車両で、同年7月函館エクスプレスとして先行3両で運用を開始しました。同年12月5両編成での運用を開始し、愛称名もノースレインボーエクスプレスに加え、季節を通した臨時列車として富良野ラベンダーエクスプレス、流氷特急オホーツクの風、伊勢港エクスプレスとして活躍していた車両です。車内のご案内をいたします。先頭5号車、最後部1号車で運転してまいります。車内は全て禁煙で、自由席は中ほど2号車、3号車です。3号車は2階の車両で、1階部分はラウンジになっております。1階の運動はフリースペースとして、ご利用のお客様が自由に楽しんでいただけるスペースです。皆様が楽しんでいただきますよう、座席の定員はどうぞお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。トイレは1号車、3号車、5号車にございます。繰り返しのご案内となりますが、この列車には車内販売はございません。あらかじめご承知おきください。この列車には車内販売はありませんが、クッチャンニセコ館でニセコリゾート観光協会により、お飲み物、お菓子など地元特産品の車内販売がございます。どうぞお楽しみにお待ちください。
車も間もなく余市駅に到着いたします。降り口は左側2番線の到着です。ここ余市町はかつてニシンの漁場として発展し、現在は果樹園に囲まれた味覚の町です。明治12年に日本で初めてリンゴを実らせたのはここ余市町であり、その収穫量は今でも北海道一を誇っております。このリンゴを原料にジュースなどを製造販売をしていた大日本果汁が現在の日華ウイスキー北海道工場で、2014年度 NHK 朝の連続テレビ小説マッサンの舞台となり全国的に有名となりました。創業者の竹鶴正隆氏が北海道でウイスキー作りをするため、三田夫人の故郷であるスコットランドの気候によく似たここ余市で創業したのが始まりとなっております。通りのお客九茶駅に停まります。降り口は右側2番線到着です。九茶駅には約2分間停車いたします。ここ九茶町は町の大部分が標高200メートル以上の盆地で、年間降雪量が10メートルを超える道内有数の豪雪地帯です。また羊蹄山やニセコ連峰に囲まれ、スキーの聖地として国内のみならず海外からも多くの人が訪れております。お降りのお客様は車内に落とし物お忘れ物をなさいませんよう十分お気をつけください。またホーム
方向左手に水越エリアのシンボル羊蹄山が見えてまいります。標高1898m で日本の百名山にも指定されており、形が富士山に似てどこから眺めても美しい円錐形であることから江戸富士と呼ばれております。また羊蹄山は形だけではなく作られた過程や時期までも富士山に似ているそうです。大きさは富士山の約2分の1で、昔は尻飯山、東方羊蹄山と呼ばれていましたが、地元国産省が羊蹄山への変更を求め、昭和44年、地形図が羊蹄山と書き換えたことから、名前が定着したそうです。羊蹄山には、北キツネやエゾリス、エゾモモンガなどの哺乳類や、130種類以上の野鳥がいることも確認されているほか、高山植物の宝庫としても知られております。左側に見えております羊蹄山は列車の走行に合わせ右側から見えてきますので、そこからお楽しみください。まもなく西湖折口は左側1番線の到着です。ここ西湖町は北に西湖連峰、東に羊蹄山、西に昆布岳と山に囲まれた町です。西湖連峰は火山性の山々で、標高1308メートルの西湖あずさくりをはじめ、岩尾ぬくり、糸ぬくり、伊勢ぬくりなど山々で連なっております。また全国有数のリゾート地で、道内でもトップクラスの建築資料と、パウダースノーと言われ、最高の雪質を作ることから、ウィンタースポーツの一大拠点として、毎年海外を含め、多くの観光客が訪れております。寺尾ニセコという駅名は、JR でカタカナのみで表記された初めての駅名です。お降りのお客様は、車内に落とし物をお忘れ物。
現在でも火山活動を続けています。昭和4年の爆発では麓近くにある鹿部町がほぼ全滅という被害を受けております。今も煙が出ていますがご覧いただけますでしょうか。これから列車が先に進むにつれて駒ヶ岳はいろいろな姿を見せてくれます。どうぞ写真よりお楽しみください。お疲れ様でした。列車は間もなく終着の函館駅に到着です。どちらともお忘れ物ございませんようお伝えください。降り口は左側4番線の到着です。降りの際にはお忘れ物にお気をつけください。なお、この列車は函館駅到着後、折り返し札幌行きの臨時特急リゼゴ号として運転いたします。一度すべての車両を撤退いたしましたので、どなたかの大いなりホームにてお待ちください。今日は JR 北海道臨時特急にて号をご利用いただきましてありがとうございました。